番組宣伝とは、特定の番組の視聴率、聴取率を上げるために行う宣伝、広告活動である。番宣と略されることもある。なお、番組宣伝をメインにした番組は、番宣番組の項を参照のこと。民放の場合、人気番組のスポンサーが同じで同じ系列の放送局の場合、新番組や視聴率が低迷している番組の援護をするために、 行うことがある。NHK などの場合は、予告として、ニュースや、ローカルニュースで流したり、スペシャル番組や新番組の PR のために使われる、ことが多く、広告が禁止されていることもあって、ステーションブレーク枠で、番組の予告を兼ねて流すという手法が多用されている。また、総合テレビのインタビュー番組である、スタジオパークから、こんにちは、土曜スタジオパークは、 放送前編が番組宣伝要素の強いものになっている。また FM ラジオ第1放送の岡田義和暦、ロックバーでドラマな人々の音楽談義ではインタビュアーの岡田義和が脚本家であることから NHK で直近に放送されるドラマの出演者、さらには民放における岡田脚本作品の出演者が登場し放送局の垣根を越えた。 番組宣伝要素が強い内容である時も多い。関西テレビ放送では主に毎週土曜日深夜、最終の天気予報で、共産スポンサーがつかない場合に、自社制作の番組宣伝を兼ねてその見どころの一部を、編集したものを放送しているケースがある。テレビ局では、次局の CM 枠で、テレビ番組の PR を行う。また、 テレビとラジオの県営局の場合には、次局の放映するテレビ番組について、ラジオでも番宣が行われることがある。なお、複数の系列局のシリーズ企画や共同企画の場合には、他系列局での放送会についてもテレビあるいは、ラジオで PR を行うことがある。その他、鉄道駅や電車、バスなどの交通機関、街頭広告、新聞、インターネット、 県営あるいは提携先のラジオなどのメディアを通じての広告を行う。地方局では新聞の TV 欄で番宣する番組を着色して掲載することがよく見られる。近年 CS 放送で取り入れられている手法だが、地上波、BS でも一部のレイアルを集中放送と、これは序盤の放送を見ていない視聴者にその番組を見てもらえるように、 初回から改めて別の時間帯を利用して集中的に追っかけ再放送するもので一種の番組宣伝でもある。テレビ局の広報部は番組の制作発表の場やイベントなどに出席しどういう趣旨の番組かを説明する。視聴者からの問い合わせや苦情などの電話に広報が答えることもある。一方で大規模な放送局では 番組宣伝の業務を専門に行う宣伝部を別途設けることもある。こうした広報、宣伝担当者は各テレビ番組のスタッフロールに名前が載る場合が多く番組のホームページを制作する場合もある。フジテレビジョンの広報はホームページのこちらフジテレビや改編機の特別番組を紹介する。 ホームページにもコメントを掲載していて、スマップ関連広報の小中桃子や、スマップ、スマップディレクターでもある、鈴木文太郎、元広報では、漫画家のアターシャ松永、元広報で、ミュージシャンでもある、釜谷太郎が知られている。電話応対や、記者会見の司会に長けていることから、広報、宣伝の部署に、アナウンサー OBOG が移動する例もある。 富士テレビジョンでは、野崎翔一広報室長、川端健二、山本真由子、テレビ朝日広報局に、保坂正樹、古澤拓、河北桃子、日本テレビ放送網広報局に、川本香里、TBS テレビの竹方直樹や広重玲子、テレビ東京の黒田孝江がいる。逆に広報からアナウンス部に出戻りした例として、TBS テレビアナウンス部デスクの岡崎純氏、 日本テレビ放送網編成局アナウンス部長の木村優子等が該当する。NHK プレマップも含む。主にドラマ系、ネット、サポートセンター、よくある、質問、衛星劇場、アイコン解説。ありがとうございます。